この度改めて防衛大臣を拝命いたしました北澤辰巳でございます。どうぞよろしくお願いいたします。拝命をいたすにあたって、総理から6項目の指示がございました。かいつまんで申し上げます。まず第一に、シビリアンコントロールを確保しながら我が国の平和と安全を確保すること、それから2番目が昨年末に策定いたしました防衛大綱、中期防衛力整備計画を着実に実行し、我が国の安全に寄与するようにということで、3番目が日米同盟、まあ、半世紀にわたって続いてきたこの日米同盟をさらにこの際、進化発展させることのに努力をすること、それから普天間飛行場の移設、それから沖縄の基地負担の軽減について、関係大臣と協議しながら、連携を取って、最大の努力をするように、またこれにつきましては、昨年の5月28日に日米で合意をしました。この合意に基づくことを基本にするということであります。それから世界に、まあ、海外貢献ということで、PKO や海賊対処、あるいは災害に対応する国際緊急援助活動などに積極的に取り組むということ、それから最後に、国内の災害発生に対して国民の生命と財産をしっかり守るために迅速な初動体制をしっかり構築すること、こういう6つのご指示をいただきました。どうぞ。ご質問どうぞ。はい、朝日新聞の川口と申します。今回総理指示の中にですね、日米同盟の進化が入っておりますが、具体的にはですね、どういった点についてさらに進めていきたいかという点とですね、まあ、民主党政権の誕生時においてはですね、やはりその日米関係のあり方について、まあ、考えていくというようなスタンスもあったかと思いますが、より日米同盟を、強調するようなトーンが強まっている感じのように思います。大臣を続けになっている唯一の閣僚でいらっしゃいますけれども、その違いについて、要するに民主党政権誕生時から、現在に至るまで その日米同盟への考え方の違いみたいなお感じなところがあれば。民主党政権が鳩山政権でスタートをして、ただいま菅政権になっているわけでありますが、強いてですね、違いをとこう言えば、スタートの段階で、特に皆さんのような報道関係の皆さん、それからまた米国も含めてだろうと思いますが、やや発信力が弱くて、誤解を与えたということがあったというふうに思いますが、まあ、その反省の中から新たに日米関係のが我が国の安全、そしてまた発展の基盤で基本的な基礎であるということに立脚をした、発信をした中で、私は修復されたんだろうというふうに思います。他ございますか。はい、普天間問題について総理からの指示にもありましたけれども、今後具体的にどのように沖縄と話し合って向かい合っていくのか、大臣、負担軽減ということをですね、先ほど、ゲーツ長官とも嘉手納の訓練について確認された経緯もありますけれども、それだけにかかわらず負担軽減ということで沖縄を説明に向かわれるかと思うんですけど、その方向性、スケジュールについてもお伺いします。まず第一はですね、我々として考えられるあらゆる負担の軽減、まあ、訓練移転から始まって、あるいは海域の解除であるとか、それから県外国外への移転、こういうものを徹底的に追求してですね、それを米側と協議をして、
整理をして、成果の上がったものから沖縄の皆さんにこれを報告をしてですね、理解を深めていくというのがまず第一。それから今回の月長官との会談の中で、月長官も沖縄の政治状況、そしてまた政府と沖縄との関係、こういうものを非常に的確に理解をされておって、普天間の移設だけが日米関係ではないと、そうかといってこの沖縄の再編を基地の代替施設とセパレートすると、そういうことではないわけでありますけれども、そのことによって日米関係が足踏みするというようなことがあってはならないという趣旨のご発言をされて、まあ、私も大変よく理解していただいているなということで、特にですね、すでにもう報道されていますが、ガムに対するカデナの空軍基地から の訓練移転、これはもう全く新しい対応でありますけれども、そういうものを日米の中で合意に近づけつつあると、まあ、そういう努力の中から沖縄の皆さん方にご理解をいただくと、まあ、月長官も今回たびたび発言してましたが、そういうことを実績を積み上げていく中で、8000人とそれに伴う9000人の家族が沖縄からガムへ移っていくんだということをよく理解してほしいと、こういうことであります。具体的に沖縄への説明は、沖縄への説明はどのようにお考えですか。私は近々ある程度の成果を持ってご説明に伺いたいと。だけど、まあ、それをお示ししたからそれじゃ結構ですよという話にはすぐにはならないというふうに思いますが、今ご案内のように北朝鮮の不法な事案が頻発している、あるいはまた中国の軍事力の不透明さ拡大、それから活動、こういうものに対処するためにアメリカのプレゼンス、海兵隊のプレゼンスというのはどうしても欠かすことのできない課題であるということの中から、その辺を沖縄にお願いするにあたって政府全体としてどう対応するかということを関係閣僚とも一緒に発信しながらやっていきたいと、こう思っております。よろしいでしょうか。はい、それでは以上をもちまして、北澤防衛大臣、はい、ありがとうございました。